南極ユスリカは南極大陸に固有の飛行できない昆虫の一種である。体長2から6ミリメートルで、この大陸の純粋な陸生動物としては最大であり、また唯一の昆虫である。また、ゲノムはわずか9900万円期待しかなく、2014年時点で基地の昆虫の中では最も小さい。南極ユスリカが飛翔能力を喪失している理由として、 極寒地における強風により、非正域口まで吹き飛ばされることを避けるための適用が考えられている。南極ゆすりかは体液が凍っても生存でき、寿命は約2年である。体色は小紫色から黒色。環境に対する体制として塩分濃度や pH の大きな変動にも耐えること、無酸素状態でも2から4週間は生存できること、 体重の35%までなら、脱水状態に陥ったとしても生き残っていられることが挙げられる。南極ゆすりかは、外気温が低摂氏40度を下回る、極寒地に生息する昆虫であるにもかかわらず、低摂氏15度以下では生存できない。これは、他の体寒性昆虫と比べても劣るものであり、その体寒性が低い理由は、熱干渉によるところが大きい。 わずか深さ1センチメートルの穴を掘るだけで、12ヶ月のうち10ヶ月もの間、温度は摂取0度から低く、摂取2度の間で安定し、年間を通じて摂取7度を下回ることは、滅多にない。氷や雪に覆われることも、温度を安定に保つのに役立っている。体凍結性は、低温循化によって強化された。南極ゆすりは体内にトレハロース、グルコース、 エリスリトールを蓄積することで、組織内において形成される氷の量を減らし、凍結から身を守る。また、水素結合を行うことで、タンパク質や膜を結合させ安定化する。体を構成する物質の一つである熱、ショックタンパク質も高温、低温療法の耐性を高めるのに役立っている。南極ゆすりカの幼虫は、 摂氏10度程度の環境にさらされると1週間以内に死んでしまう。また、摂氏30度以上では数時間で死ぬ。しかし、部分的な乾燥に対する耐性は非常に高く、体内水分量のうち最大70%を失ったとしても生存が可能である。南極ユスリカの寿命は約2年間であり、その大半の年月を4段階にわたる成長を 遂げていく幼虫として過ごす。幼虫段階では、特に南極川の離島の土壌藻類、苔、デトリタス、微生物等を餌とする。誕生して2年目の春から夏にかけて成虫へと浮かし、浮かんご10日ほどでその一生を終える。その中で、メスは浮かした、最初の日に交尾を行い、数日後に産卵する。交尾は、他の飛行昆虫と同様に大量のオスの群れの中で、行われる。 ウィキスピーシーズには南極ゆすりかに関する情報があります。ありがとうございます。